6号でした。2位に入っております。そして中国のローウンです。この選手も足の強い選手ですね、はい、ゆか跳馬ですね。これはどう表現しますか。これはですね、あるいは側宙のですね、局面が見られますのでね、まあ、私は側方屈伸2回中の4分の3ひねりと見たいんですけどね。そうですか、これはやはり D 難度はもちろんですけれども、オリジナリティ王がつくと思います。まあ、今日はスポーツフェアの一環としてご覧いただいておりますので、ちょっと優しくいこうかと思うんですが、まあ、なかなかその4分の3ひねりという数字が出てきました。ピンとこの、初めて体操をご覧になる方、あまり慣れてらっしゃらない方は、ピンと来ないかもしれませんが、いわゆる難しい技には変わりないですね。そうですね、はい、結局ね、まあ、2分の1というとね、はい、まあ、半分ひねりということですけどね、まあ、4分の3言うとそれ以外の表現非常に難しいんでね。まあ、そういう表現は、はい、このローン選手だけですから、床ではね。そうですね、はい、この人は世界選手権跳馬で2位になっています。非常に足腰の強い選手です。最後は抱え込んでの伸身ですね。です、失礼しました。ゲブロキャンと同じですね。ダブル宙返り用でした、はい、ダブル宙返りです。9.85 と出たんですが、素晴らしいですね。ここですね、ここですね、はあ、そこですね、ちょっとその局面が見られますのでね、まあ、人によるとこれ屈伸の開脚のムーンサルトではないかというような表現をされている方もいらっしゃいますよ ね、 そ う、 すね、そういう見方もあるでしょう、はい。9.85 という高い得点が出まして、この中国のローウン選手がこのゆか優勝を飾っております。